ナンバーワン決定トーナメント、異種最強王図鑑。王者の中の王者は誰だ。対戦トーナメント。第2回戦、7。骨鎧を背負ったハンマー使い、アンキロサウルス。分類、跳板目早春亜目アンキロサウルス科。生息地域、北アメリカ。生息年、6800万から6600万年前。植生、植物食。全長6から10メートル。攻撃を防ぎカウンターを決める。首から尻尾にかけて背中側の広い範囲が骨の板で覆われている恐竜で、この仲間では最も大きい。頭骨も頑丈な作りになっており、防御力にかけては恐竜の中でもトップクラスだったと考えられる。尻尾の先には大きな骨のコブがあり、肉食恐竜に対する武器になったそうだ。硬い鎧で敵の攻撃を防ぎ、骨のコブで反撃するという戦闘スタイルは対応力が高く、隙がない。敵を粉砕する骨ハンマー。尻尾の先には2つの骨の塊があり、巨大なハンマーになっていた。直撃すれば肉食恐竜の顎や足の骨を砕くこともできるだろう。軽くて硬い装甲板。背中を覆う骨の板は中が空洞になっており、それほど重くなかったという。骨の鎧を身にまとっているにもかかわらず、意外と素早く動けたようだ。肉食昆虫界の格闘王、オーエマーハンミョー。分類、ハンミョー科エンマハンミョー属。生息地域、南アフリカ。生息年、現代。植生、昆虫や爬虫類など。体長45から70ミリメートル。戦闘体長1.03 メートル。前回の戦い、バーサスキリン。オーエンマハンミョーはキリンの前蹴りで吹き飛ばされるや、すぐに立ち直ってキリンに近づき体をよじ登った。キリンは相手を振り落とそうと暴れるが、オーエンマハンミョーはしっかりしがみついて離れない。そしてキリンの首を大顎で挟んで頸動脈を断ち切り勝利した。対戦ステージ、荒野。体の大きさはかなり違うが、両者ともに防御力には自信があり、アンキロサウルスのハンマーとオーエンマハンミョーの大顎、どちらの武器が相手の防御を打ち破るのか。アンキロサウルスのハンマーが炸裂、吹っ飛ばされるオーエンマハンミョー。接近したオーエンマハンミョーにハンマーが直撃。スピードでは圧倒的に上回っているオーエンマハンミョーが先制攻撃を仕掛けようと近づいていく。だがアンキロサウルスの後方から近づいたため、尻尾のハンマーで弾き飛ばされてしまう。ロックオン。骨のハンマー。尻尾の先についた骨のコブを振り回して近づく敵を追い払う。肉食恐竜を骨折させるほどの威力がある。背中からの攻撃はアンキロサウルスには通じない。硬い口角のおかげで大きなダメージを受けなかったオーエンマハンミョーは、今度は頭側から近寄って相手の背中によじ登る。だがアンキロサウルスの背中は硬く、噛みついても歯が立たない。ラックオン。背中に並ぶ装甲板。骨の板が集まってできた装甲板は
肉食恐竜の爪や牙すらも弾き返す強度がある。アンキロサウルスの巨体がオーエンマハン病を押し潰す。今度は腹部に狙いをつけたオーエンマハン病は相手の体の下に潜り込んだ。これに対しアンキロサウルスは足を曲げて腹ばいになり、圧倒的な重量で相手を押し潰す。これによりオーエンマハン病は行動不能になってしまった。アンキロサウルスの勝利。